政府が花粉症の対策に本腰です。花粉症対策の関係閣僚会議が今朝初めて開かれ、岸田総理大臣は杉の木の伐採を加速化する計画を策定するよう指示しました。このほか、AI ・人工知能などを活用した花粉飛散予報の改善や、花粉症の根治療法の普及に向けた環境整備を加え、対策の3つの柱とします。 会議では今後10年を視野に入れた対策の全体像を6月までに取りまとめます。